皆さんこんにちは、こんばんは。本日も白銀のハトがお送りするハトラジオやっていこうかなと思います。まあちょっとね、3週間ぶりとなっていたんですが、まあハトさんがね FGO にせっせと楽しんでいたということで、まあラジオがちょっと投稿できませんでした。まあそこだけはちょっとご了承くださいというので、まあいろいろ見ていくんですが、まず一つ目のお便り見ていきましょう。こんにちは。イベントの90プラプラの周回に関する質問です。イリウスカエサルを使って周回したいんですが、最後の四天王寺は格殺できるんでしょうか。おすすめの周回編成は高レアなので、低レア編成して周回できたら最高にクールだなと思い聞いてみました。この質問なんですが、まずユリウスカエサルがセイバーということで、相手が四天王寺です。まあ当倍で180万、下手し200万ぐらい出さないといけないということで、聖杯とかを使っていない限り周回するのは正直めちゃくちゃ厳しいと思います。ただ今回のクエスト一応編成がね661となっているんで、まあクリティカルうまいこと生かしていくならば、スカーディのキューパ特攻霊装とかをうまいこと生かしてあげれば、まあ突破はできるかもしれないという感じです。ただね、ちょっとねこういうね質問系、まあお便りにね一度言いたいことがありまして、自分で一回やってみてください。あのカエサルって低レアなんで誰でも使えると思うんですよ。これが自分が持っていないサーバントだったら聞きたいっていう気持ちはわかるんですけど、てか持ってなかったら聞かんか、そもそも。まあ置いといて、まあやっぱ自分で一回やってみるっていうことは大事なんで、一回やってみましょう。あの聞くよりもねやった方がわかります。なんかいろいろねこういう質問以外にも、まあ、このキャラクターで攻略できますかとか、このキャラクターで攻略できますかとかいうのあるんですが、私あなたのカルデアを知らないんですよ。スキルマックスじゃないかもしれないし、宝具レベルも2かもしれないし、なんかいろいろな条件を教えてもらわないとちゃんとした説明ってできないよねという話になるので、あと今クラススコアもあったりしますね。そう考えるとやっぱ自分で一度やってみて、それでできなかったら、あできなかったどんまいみたいな感じで、まあ割り切ってもらえたらいいかなと思います。まあそれで AP40 もったいないじゃないかって言うかもしれないんですが、たかが AP40 です。普通に当倍で後ろ側に強いキャスター、特攻レースを持ってる未突でもいいです。そこもレースを持ってるキャラクターつけていけば簡単に攻略はすることできるかなと思うので、まあカエサルは多分周回できませんっていうのが結論で、もしそういうのを疑問に思うならば一度自分でやってみてください。自分でやってこのキャラクター使えるってなったら周回で楽しめばいいしみたいな感じなんで、まあそこは自分で楽しんで FGO ライフ満喫してください。続いてのお便りなんですが、ハトさん的に120の金時宝具ごと120の水着キャストリアだったらどちらを取りますか。また120のモルガンと120の水着武器だったらどっち取りますかということで、120にする宝具ご前提のサーバントで言うと、まず金時か水着キャストリアだった場合金時を取ります。でこれ理由めちゃくちゃ単純で、宝具スピードが速いから、宝具強化されてるから、ただただそれだけです。やっぱ効率を重視するならば変なねなんかしがらみみたいなのはなくさないといけないんですよ。もう時間効率を優先するならば時間効率を取った方が圧倒的にいいんで、で水着キャストリアと、まあ、金時どっちの方がいいってなったら、まあ、水着キャストリアよりも金時の方が使える場面っていうのはめちゃくちゃあるというか、最速編成で必ず入ってくるサーバントとなっているんで、まあ、金時を俺は優先してレベル120にするかなって感じです。でモルガンと水着息吹だった場合どっち取るって言われると、まあモルガンかなって感じです。理由としてモルガンの方が好きだから、はいというのは置いといて、まあスキルで言うとやっぱモルガンの方が好きなんで、自分やっぱレベル上げしようって思った時に好きなキャラクターに聖杯振るっていうのが安定なんですよ。まあ自分の方針って感じなんだよね。となったらモルガンとイブキ両方とも好きっちゃ好きだけど、どっちの方が好きかって言われるとモルガンだし、まあ全体宝具だった場合クリジック運用もできるって考えるとモルガン強いよなーっていう話になるから、まあやっぱモルガンを取るかなって感じかな。ただ効率だけを考えると水着の息吹に振ってもいいなとは思う。
モルガンが人特攻、イブキが地属性特攻となっているんで、ぶっちゃけね、地属性特攻の方がね、周回等で刺さる場面っていうのはめちゃくちゃ多いので、うん、まあ基本は水着イブキ法律で取るんだったらそっちでいいんじゃないかなとか思ったりしております。まあ趣味だねまあこの絵の結論としては、金時とモルガン、バスターの2人を優先してレベル120にしたいなと思います。続いてのお便りなんですが、たまに FGO 動画にマナプリやピース類が余っているというコメントを見ます。これは箱イベ以外にも集めやすいイベント、もしくはオーディールコールにそういったクエストがあったりするんでしょうか。初心者質問ですいません、よければ教えてくださいということで、いえいえ、もうこういう質問があるとすごいありがたいです。もうどしどしもうお便り送っちゃってください。で、これに関してなんですが、過去にボックスイベントでマナプリとピースを集めるイベントがありました。そこで超大量に集めたっていうだけかな。で、箱イベ以外に集めやすいイベントオーディールコールがあるかって言われると、箱イベ以外でピースモニュメント集めやすいやつはないです。マナプリもそこまでって感じかな。ただオーディールコールは道場っていう、まあ敵が100万ぐらいの HP 持ってるやつが来て、それをワンパンするっていうクエストのことを、まあ自分道場って言ってるんですけど、まあそういうところでピース関連はボロボロ落ちたりとかするので、まあ、そこで集めてる人っていうのも一定数いるかなっていう感じ。ただそれは確定でいろんな素材を集められるっていうよりも、このピースしか集めることができないという感じになるんで、基本マナプリピースが余ってる人に関しては十中八九、まあボックスイベントで集めた人なんだなと思ってもらえればいいかなと思います。で、マナプリはねボックスイベントでずっと集まるんですけど、ピース類ってね1回しか来てないんですよ。なので今後ね、もしピース類が欲しいと思うならば、ピースモニュメントのボックスイベントを作ってくれって運営に言い続けましょう。もしかしたらね、このタイミングでねクラススコアの影響でポンポンポンってくる可能性っていうのが十分にあるんで、はい、頑張って周回してください。で、ピース類に関してもし集めたいなと思うんだったら、修練場が半減来たタイミングで中級とか上級とかを回ってあげるとピースモニュメントの効率がいいのでおすすめという感じです。ということで続いてのお便り、星51体宝具5にしたいとき、石の数の目安としてどのくらい あればいいですか。1体なら天井分貯めておけばいいので分かりやすいんですが、宝具5となるとどのくらいの石を貯めておけばいいのか分かりませんとの、お便りなんですが、まあまずちょっとね厳しいことを言うんですけど、天井が1回しか FGO くんないんですよ。ゴミだよねって思うんで、まあこれはね早く修正しろって言って運営にね問い合わせてもらえたらいいんですが、1回しかないということで、どれだけ石を貯めても出ない時は出ないって感じです。まあ1体がだいたい6万円、まあ石900個あれば1天井で入手できるっていう感じなんで、単純計算をすると 900×5 の4500個ですねの石を集めれば理論上は宝具5になります。ただこのゲーム1回以降はもう完全的な青天井となっているんで、4500個あったとしても正直宝具5にならない可能性全然あります。普通に当たり前のようにあるので、俺の目安としては、まあ安全を取るならば、まあめっちゃしんどいんだけど6000個ぐらいって感じ。ただそこまで使うことってよほど運ないとないと思う。てか運が本当に悪い人だけっていう感じだから、俺の体感ね、だいたいね、まあ理論上は4500個集めないといけないんだけど、だいたい3000個近くあれば宝具5はできるかなと思ってます。だいたいね150連に1体星5サーバントは来るんで、そこ考えるとそうだね、うん、割とそこら辺集めておけばまあまあいいんじゃないかなと思っております。そして最後のお便りなんですが、はじめましてこんにちは、いつもショートを配信楽しく拝見させていただいております、ありがとうございます。
FGO においてサポートに疑似スキルマを置く行為は NG 行為でしょうか？ NP 関連はスキルマにしているんですが、火力や星出しのスキルを9度目にしていることが多いです。ハトさんの個人的な所感でいいので教えていただきたいです。というので、個人的になんだけど、まあサポーターだったら10、10、10が好ましいです。で、これめっちゃ単純なんだけど、10、10、10ないと90プラプラの安定性っていうのに欠けるんですよ。例えば1人が9だった場合、スターの獲得もなかなかないで、バフの量もちょっと足りないみたいな感じで、あれ？思ったよりこれいつもだったらワンパンできるのにミリ残ししちゃったなっていう場面が地味に出てきます。で、そのミリ残しをなくすためにスキル上げをするという感じなので、俺個人としてはまあやっぱり基本ね、99で止めるっていうよりも、まあ10、10、10にしてあげるっていうのが一番いいんじゃないかなと思っております。で、実際ね、10、10、10にしないとフレンドキルっていう人も一定数いるんですよ。なのでやっぱりまあ俺の所感としては、できるならばまあ10、10、10にしといた方が、まあ変なねこと言われずに済むんで楽になるかなと思います。まあやっぱこういうねスキルマ問題に関して言われるのがめんどくさいやつに関わりたくないじゃん。めんどくさいやつは言ってくるんですよ。それの自衛のために10、10、10にしておけば特に何も言われずに、まあやべえやつにも関わらないよねっていう感じになるんで、まあ大体はサポーターに関しては10、10、10にしておけばいいかなという感じです。アタッカーに関しては9、9、10でもいいんじゃないかなと個人的に思ってるんで、まあそこは自分の所感に従ってもらえればいいかなと思います。白銀の鳩はサポートは10、10、10当たり前、攻撃アタッカーに関してはまあ9でも別にいいかなっていう感じかな。以上ということで、今回5個のお便りいろいろと見てきたんですが、こんな感じとなっております。まあここ最近ね、ちょっとねこのラジオを撮ることができていなかったということで、まあ久々に動画撮ってるんでちょっとカミカミだったかなと思うんですが、そこはご了承くださいっていうのと、まあちょっといろいろとね忙しくなってきたらこの定期ラジオみたいな上げれない可能性もあったりするんで、まあそこはあそんなもんなんだな、まあ投稿されたらハトさんちょっと気楽なんだなみたいな時間あるんだなと思って、まあこの動画見てもらえたら聞いてもらえたらいいかなと思います。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価とかよろしくお願いいたします。それではまた後日違うラジオでお会いしましょう。バイバイ。